総勢12,31人の応募者から選ばれた9人組ガールズグループ NiziU は、去年12月にデビューをしてから、特に幅広い層からの人気を集めています。そんなメンバーの中から、今回はビクについてご紹介いたします。Make You Happy や、Step and a Step ポピンシェイキンでも、サビを担当し、NiziUのリードボーカルの一人として活躍しているリク。リクの歌唱力は、NiziUサウンドの柱として、重要な部分を担っています。実は、彼女は、NiziUプロジェクトの当初は、ダンスや歌のレッスン経験のない素人でした。幼い頃から、歌手に憧れており、K-POP アイドルになりたい、という夢を持っていたリクは、TWICEのデビューメンバーを選抜するオーディション番組、16を見ていたことから、NiziUプロジェクトの応募を決意します。もしここで落ちたとしても悔いはないと、胸を高鳴らせて、地域予選に挑みました。地域予選では、歌を本格的に習ったことがないのにも、かかわらず、完璧な呼吸法ができていると評価を受けたものの、ダンスは、独学がゆえの荒さが目立ち、動きと動きの間にグルーブがない、関節の使い方が分かっていない、と指摘を受けてしまいます。しかし、次のステージまでで、改善を約束し、地域予選を突破することができました。そんなリクですが、次の東京合宿は、厳しいものとなってしまいます。もらったアドバイスの言葉を忘れずに、ダンススタジオに通い自主練習を重ねたリク。迎えたショーケースは、渾身の力で臨みましたが、JY パークからは、厳しい評価を受けてしまったのです。地域予選で、僕が指摘したことを覚えていますか？動作と動作の間にじっとするのではなくて、ずっと体を動かさないといけない。リクさんが覚えていなくて、僕が覚えていても仕方ないですよね。ダンス踊ってるのに体が動いていない。それが原因でグループで踊った時に浮いてしまっていると、地区予選と同じ指摘をされてしまったのです。練習を重ねて挑んだリクにとっては、とても辛い言葉だったでしょう。しかし、注意されたことを絶対に直してデビューしてやる、という強い気持ちで、リクはさらに努力を重ねました。その強い気持ちと努力が結果として現れ、韓国合宿では大きな成長を遂げることになります。個人レベルテストでリクが自ら課題曲に選んだのは、Who's Your Mama でした。普段のリクが持つ印象とは、正反対の雰囲気を持つこの曲は、JY パークから課題として挙げられていた動作間の動きや柔軟性や感情表現が必要とされるもので、その上 JY パーク本人の楽曲です。JY パークからも、この曲は遊び人みたいにちょっとフラフラした感じで歌わないといけないのですが、リクさんは真面目でまっすぐな感じなので、どう歌いこなすか心配です、と心配の言葉をかけられました。しかし、練習初めての本格的な個人レッスン、他の練習生やトレーナー陣から投げかけられた自分らしくという声もあり、次第に自分が楽しまないと見ている方に楽しさは伝えられない。悔いがないように曲に入り込んで楽しもうという気持ちになったと言います。そして挑んだ本番のパフォーマンスは、以前の硬さは消え滑らかなグルーブに加え、曲の持つ雰囲気までも表現できるほどに成長していました。どう表現すればいいか悩んだ、レッスンで泣いてしまった時もあった、というリクでしたが、大切な審査で JY パーク本人のこの曲を選んだのには、並々ならぬ決意があったのでしょう。そんなリクのパフォーマンスを見た JY パークは、1ヶ月のトレーニングを受けた練習生に僕が期待できる最高のレベル、と絶賛し、目を潤ませるほどでした。ついにリクの才能が目覚めた瞬間だったのです。その後は、ハートシェイカーやファイナルステージの3つのミッションにおいて、メインボーカルを担当しチームを引っ張るほどに成長していきました。特に最後の Make You Happy では、他の実力者を押してナンバーワンの評価をもらい、僕がガールズグループに期待する全てを見せてくれた。リクさんが NiziUプロジェクトにいなかったらどうなっていただろう。という思いが頭をよぎるほどと、JY パークからの絶賛されながらデビューメンバー入りを果たしたのです。何度も挫折しかけてたけど、最後まで諦めずに頑張ってこれたのは、
メンバーの支えがあったから、と陸本人もコメントをしており、周りの人たちに支えられながら、努力を続けたからこそ掴んだメンバー入りでした。デビューした後も、そのまっすぐでナチュラルな魅力は、メンバーをはじめファンにとっても大きな存在となっています。明るく元気な性格と関西弁のノリの良い話し方が特徴的な NiziU のムードメーカーであるリク。NiziU プロジェクトで成長を遂げたダンスと、真のぶれない力強いボーカルで、これならの NiziU をさらに盛り上げてほしいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。